第60回を迎えた近畿高等学校自転車競技大会が6月11日近畿高等学校体育連盟大阪府教育委員会主催のもと宇陀の地で開催されました。この大会は日本全国の高校生アスリートが目指す最大のスポーツイベントインターハイへの出場をかけた近畿ブロックの大会です。コースは宇陀市農村環境改善センター農林会館前をスタートゴール地点とし、1周 6.7km を男子は12周回、女子は1周回で行われます。宇陀市桜井警察署の協力により平成27年度より宇陀市で開催となり、今年で9回目を迎える大会です。豊かな自然に恵まれた宇陀市の一般公道で行われるロードレースは、途半力や持久力が試される激しいアップダウンの地形やハイスピードが要求されるフラットな箇所を含んだアグレッシブなコースとなっています。今年度参加校は27校、参加人数男子102名女子10名となっており、地元から奈良県立新生松陽宇陀高等学校男子4名女子1名奈良県立奈良北高等学校男子8名の選手がエントリーしています。前日の10日、奈良県立新生松陽宇陀高等学校で開会式が行われました。ただいまより第60回近畿高等学校自転車競技大会ロードの部兼令和5年度の全国高等学校総合体育大会自転車競技大会近畿予選会を開会いたします。昨年度優勝の京都府立北桑田高校より優勝杯と優勝盾の返還がありました。選手の皆さんは競技注意事項をよく理解して安全には十分気をつけ、自分の持てる力を十二分に発揮してください。続いて選手宣誓が行われました。宣誓、私たち選手一同はコロナ禍が終わり毎日全力で部活動に取り組めることに感謝し、切磋琢磨してきた仲間と力を合わせ正々堂々戦い抜くことを誓います。令和5年6月10日奈良県立新生松陽高等学校次男児はじめ、開会式は閉幕しました。当日はあいにくの雨となりました。この雨の路面状況がレースをどのように左右するのでしょうか。レース前最後の調整に励む新生松陽宇陀高校の次男児さんと今西さんに意気込みをお聞きしました。最近北桑田に2連勝されてるんで、今年は絶対に勝つという気持ちで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。やっぱり2年生1年生しか今回のレースは3年生がいないんで、優勝狙って頑張ります。去年の学んだことを今年活かせるように頑張ります。スタート10分前、男子102名がスタートラインに整列します。近畿を制する者は全国を制すると、そういうふうにこのレースのことを聞いています。皆さんインターハイ向けて、トップを目指して頑張ってください。頑張ってください。今日バルーンで応援しなくていいの？指導選手が最前列に並びます。
デッケン1番京都北桑座高校長島里明さん、デッケン2番奈良新生松陽宇田高校次男寺はじめさん、デッケン3番京都北桑座高校辻陸人さん、デッケン4番兵庫六甲アイランド高校小玉正虎さん、デッケン5番和歌山近代和歌山高校綿貫春人さん。スタート30秒前、午前10時ちょうどに本郷宇田市長の号砲で男子がスタートしました。10時2分、女子10名も本郷宇田市長の号砲でスタートです。女子は1周回 6.7km の短期決戦です。また雨の影響がどのようにあるか非常に楽しみなレースです。男子1周回目、9分22秒で戻ってきました。まもなく女子の姿が見えてきました。トップは北桑田高校西原さん、2位に宇田高校の今西さん、3位に京都精華高校の松井さん、地元宇田高校の今西さんは大変路面状況の悪い中でしたが、昨年の雪辱を果たすべく2位に入賞しました。トップは一段となって駆け抜けていきます。しかし早くも2周回目でタイムアウトによりリタイアする選手が出ました。このレースにかける思いは誰も変わりありません。 1,2 年生はしっかり練習を重ね、来年もこのコースを走ろうと胸に刻んだことでしょう。
新生少陽の次男次さん、北桑田の辻さん、初芝立命館の岩村さん、すぐ後ろを53名の選手が通過していきます。北桑田の長島さん、新生少陽の次男次さんがトップ争いをする中、約40秒差で53名が通過しました。54名が集団で通過。この時点で早くも48名の選手がリタイアしました。51名の選手が一団となって駆け抜けていきます。誰がどこで仕掛けるか、路面状況も悪い中、駆け引きが続きます。
智弁和歌山の東さん、奈良北の高島さん、奈良北の柏本さんを先頭に10秒遅れで46名が通過していきます。いよいよ最後の一周です。3年生はコロナ禍の中十分な練習もできず悔しい思いをし、 1,2 年生は厳しい練習に涙する日もありました。また天気ならば最初から自分のペースで走れたのに。しかし最後の一周にかける思いは誰にも負けません。最後の最後の力を振り絞ります。最後のコーナーを曲がり直線に入り、選手が見えてきました。今年もやっぱり強かった北桑田。そんな中、新生松陽の次男児さんが8位に入賞しました。雨のため道路状況も悪い中でしたが、44名の選手が完走、58名の選手がタイムアウトや途中棄権を余儀なくされる厳しいレースとなりました。午後から農林会館において閉会式と表彰式が行われました。おめでとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。心配していた天候も、まあ、雨でしたけれども、即断レースを中断とか、することなくですね、ゴールをすることができました。まあ、一人に皆さんが、大きな落車もなくですね、安全な走行してくれたことだとことからだと思ってます。お疲れ様でした。自分たちが勝ち取った舞台、インターハイという舞台がさらに君たちを高めてくれると思いますので、より全国で上位を目指せるようにですね、鍛錬を積んで、帰ってもらえたらというふうに思います。インターハイ出場を決めた新生松陽宇田高校の2人に意気込みをお聞きしたいと思います。大変な雨の中、ご苦労さんでございました。まあ、こんな天気やったから自分日頃の力が十分出せなかったかと思うんですけども、レースについてはちょっと振り返ってみてもらって。そうですね、やっぱり僕はスプリント力がないので、少人数の逃げを作って逃げ切らないといけないんですけど、まあ、逃げに乗れなかったというか、逃げができなかったので、はい、そこは反省で。そうですね、あとマークも結構されたんですよ。1,2 年生だけだったんで、ちょっと勝ち切りたい気持ちはめっちゃあったんですけど、やっぱり最後の最後で負けてしまったんで。ああ、そうなんだ。はい、だからもう来年は次こそは優勝を狙って、もっと頑張って練習しようと思います。どうもありがとうございました。2人は8月北海道で行われるインターハイに出場されます。北海道では日頃の力を発揮して奈良の名を、宇田の名を全国に轟かせてくれることでしょう。宇田の風景を楽しむこともできなかったかもしれませんが、インターハイ出場を決めた選手にとっては忘れることのできない地になったことでしょう。距離的にも全国大会規模 100km 超に迫る環境で開催される本大会、平均時速約 40km、
最高速度約 80km にも達する自転車ロードレース。 1,2 年生は厳しい練習を乗り越えて来年この宇田の地に戻ってきてほしい。3年生にとっては時代に翻弄された3年間だったかもしれないが、近畿大会で宇田の地を駆け抜けたことを誇りにこれからの道を進んでいってほしい。高校生のみなぎるパワーを宇田市民は肌で感じて、来年もレースを楽しみにしています。にやった頑張ります。インターハイ頑張るぞ。おー。梅雨の気配が感じられる頃になると、室尾深野から笹百合鑑賞会のお知らせが届きます。いつ訪れても私たちを安らかな気持ちにさせてくれます。展望台からは日本の里百選に選ばれた里山の風景を見ることができます。今年は6月10日に第13回になる鑑賞会が開かれました。参加される会員の方が集まってこられました。保存会の北森さんのご挨拶が始まりました。おはようございます。今回また幸せなことにですね、笹百合鑑賞会を開くことができました。例年に比べ全体的にどの花も開花が早く、笹百合の開花もどうなるかと心配しながら観察しておりましたが、皆様に喜んでいただけるように咲いています。また昨年初めてモリアオガエルの観察をしていただきましたが、今年もお昼から行ってみたいと思います。ごゆっくりと散策してください。深野の風景や行事が載せられている案内板です。それで山の神さんに要するにいろいろお願いすると、北森さんが山の神様の行事についてお話しされていました。鑑賞ゾーンです。笹百合を獣害や虫の被害から守り保護増殖する活動が日本ユネスコ協会連盟の未来遺産に認定されています。小さな苗は自然増殖したものだそうです。草むらの中の笹百合を探してみます。葉っぱが笹のようになっています。今年はたくさん咲いていました。鑑賞会始まって以来一番たくさん咲いていると保存会の方もおっしゃっていました。写真を撮る人、じっくりと見つめる人、それぞれ思い思いの姿で心ゆくまで鑑賞しました。集会所に戻ってお昼ご飯をいただきました。午後からはモリアオガエルの観察に出かけました。倒木をくぐり抜けていきます。黒いオタマジャクシがいっぱいいました。大きくなったら何ガエルになるのでしょうね。どんどん山の中へ入っていきます。あそこには銀行があります。
モリアオガエルの卵が木にぶら下がっています。100個くらいはありそうです。泡の中にある白い核のようなものが卵です。モリアオガエルです。今年もまた会うことができました。静かな環境が適しているのか、卵の数は昨年より多くなっているように思いました。維持管理を続けてこられている笹エビ保存会の方々の日々の活動に心よりお礼を申し上げながら来た道を戻りました。SDGs しっかりと誰もがみんな頑張って、そして創業70年、松塚建設システム建築、新築工事、改修工事、土木工事、弊社では職員を募集しております。松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地、住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。